アパッチジャカルタプロジェクトはアパッチソフトウェア財団で運営されていたオープンソースソフトウェア開発プロジェクトの一つプログラミング言語 Java 向けのライブラリーフレームワーク等を開発していた2011年10月26日にすべてのサブプロジェクトが卒業し2011年12月21日に廃止されたサンマイクロシステムズが Java サーブレット Java Server Pages のリファレンス実装である JSWDK をアパッチソフトウェア財団に寄付したのをきっかけに発足。そして、この JSWDK をベースにアパッチ t o キャットの最初のバージョンが開発された。ジャカルタの名称は、ジャカルタと非常に関わりの深いプログラミング言語 Java が、その名前を取った Java 島にある都市ジャカルタを由来としている。 アパッチトムキャット5 5 1 2ーのリリースメモによると2005年9月23日にアパッチトムキャットはアパッチソフトウェア財団のトップレベルプロジェクトに昇格した。ありがとうございます。